オレゴン州ポートランドのブールードーナッツで提供されているベーコンメープルバーメープルベーコンドーナッツはアメリカの一部でポピュラーになったデザート料理である他のドーナッツとの違いはひときわ目立つベーコンと艶のあるメープルシロップ風味のアイシングのトッピングでありメディアにおいて時にベーコンマニアと表現された現象の一部として扱われる点にあるネブラスカ州オマハの スワールズベーカリーがエルビスと呼ばれることもあるメイプルベーコンドーナッツの原型を店に並べ始めたパン屋の店主であるドーン・ブラウンは世間に気に入られるか嫌われるかいずれにせよ衝撃を与え話題になるものが欲しかったと語っている彼女のコンセプトはシンプルであなたの食べる朝食の一皿がこれがこの一品にというものだった客の反応は驚くほどよく 1>, 1日に5ポンドのベーコンの準備が必要になったという。たくさんの人がこのメープルベーコンドーナッツのためにいらっしゃるんです。つまりエルビスのためにね。カリフォルニア州サンフランシスコのダイナモドーナッツでもこの料理を食べることができる。オレゴン州ポートランドのブールドーナッツでも味わえるが、こちらはベーコンメープルバーの名で販売されている。ロサンゼルスの オリジナルパントリーカフェはこのエリアでは人気の85年もの間変わらぬものを約束してきた大衆食堂でランチに BLT サンドイッチやプルドポークサンドを出すのと同じようにビジネス街の朝にメープルシロップをかけたベーコンドーナッツを提供している。やはりロサンゼルスのビジネス街にあるニッケルダイナーもこの料理を出しておりウェブサイトには メープルグレーズドベーコンドーナッツの故郷というスローガンを掲げている。人前に姿を見せないことで知られる作家ジョントーエル部、ホークスについて書いたロサンゼルスタイムズ氏のキャロリン・ケログはニッケルダイナーのメープルベーコンドーナッツがとっても美味しい。これのためなら誰でも隠れ家から出てくるはずと書いている。ケンタッキー州ルイビルのジャーマンタウンの外れにある ノーズベイカリーは2009年にメープルベーコンのロングジョンを新商品として発売した。見た目はよくあるメープルクリームのロングジョンですがアイシングに厚いベーコン肉を埋め込んでいますと説明しているが客の反応は賛否両論でストレスを覚える客さえいるという。しかしこの料理を支持するポイントははっきりしている。メープルベーコンロングジョンは基本的には カバンに入れて持ち歩いて、ナプキン以外に、何の道具もない車の中で食べられるようなパンケーキと、メープルシロップとベーコンを一緒にオーダーしたのと同じ、ベーコン好きは、ぜひ試してみてほしいと、クーリエジャーナル氏は報じている。ありがとうございます。